ラさん、目が怖いんだが、今回もいろいろよろしく頼りにしてるよ、アイナさん。もう目が決まりまくっとるよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、何？見つかったんだけどえ、見つかったんだけど、てかここは多分ね、私レベル上げしよってそのまんまなんよね。戻ろう戻りましょう。確かもうランクアップができたはずやけん、ポケモンの調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。はい、ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。ガーメイル、多分やっつけただけやと思うけど、これだけの成果でしたらランクアップできます。島伏隊長に報告するのです。これからどうするんですか？まあ、そのね、島伏隊長に報告しに行きますよ。さあ、向かいますか。これで、てかさ、思うんやけどさ、このポケモンの終わりはどこ？これってストーリー終わる感じ？なんかさ、あれやん。時代を超えてやってきとるわけやろ？これの、ポケモン、このゲームが終わるときってさ、元の時代に戻るとかそういうことよね。違うんかな？戻れんけん、もうここに留まりますとか。確認する。図鑑タスクはこなしているか。確認する。図鑑を見せたまえ。いちいち確認するって言わなくていいけど。でもさっきの、何個分あるんやろ、星。10ぐらいまであったりするんかな。やとしたらめちゃくちゃまだ半分もいってないけど。それはそれで怖いな。全然進んでないってことやもんね。でもほら、これでやっと4つ目やろ。承認する。ランクアップの手続きだ。5ぐらいまでかな。え、いや、結構あるんじゃない？ 1,2,3,4,5,6,7。 やっぱ10あるやん。え、やばくない？君の銀河団団員としてのランクは4つ星に上がった。アイナは新しくメガトンボールが使えるようになった。メガトンボール？重いポケモンを捕まえれるってこと？え、なんかそんな感じのボールさ、前もあったけど、なんか違う名前じゃなかった？レベル50までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。それ大事。お給料アップってことよね。要は。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。なんかさ、点とか丸とかなかったらどこで区切るんだかいまいちよくわからんのよね。アイナはメガトンボールのレシピを手に入れた。レシピメガトンボール。材料ボングリの実、鉄のかけら、黒色玉石。ふんふんふん。鉄のかけらが違うだけかな。モンスターボールと。アイナはすごい傷薬のレシピを手に入れた。なんかさ、前あった、その、重いポケモンを捕まえれるのってさ、ヘビーボールとかじゃなかったっけ？それとはまた別？メガトンボール。では次なるランクを目指し、ポケモン図鑑完成に2勝目。君のランクであれば、天眼の36での調査も可能だ。でもさ、マップ見た感じやと、ん？だって、これランク上がるごとに、ね、地域広がっていけるわけやん。そんな10も広がる場所なかった気がするけどな。マルマインの調査だが、ある護人の協力を得る。命令する。まずは訓練場に向かえ。命令するって言わなくても命令系になってるから大丈夫だよ。ことぶき村の訓練場で真珠団の上りに会う。上りさん、はい。OK でーす。訓練場やけんこっちよね。こんな夜遅くから。新たなストーリーを開始してしまう。左の人かな？どうも。アイナさん、目が怖いんだが、隣にいらっしゃるのがキャプテンのぼりさん。今回、大ニューラのいるところまで案内してくださるんだよ。何、大ニューラって。ニューラの進化系ってこと？え、前までニューラの進化とかせんかったよね。え？怖い怖い怖い。瞳孔開いとるよね。今朝は失礼いたしました。私、キャプテンののぼりと申します。ごめんなさい、この世界の今朝かもしれんけど、私の中でははるか昔のことやけん、何の話だか全く覚えてないんだが。
丸前にあるのでしたら大ニューラルの力を借りるべきですね。あ、もしかして何あのライド系のやつ。ただあなた様が大ニューラルに認められるかどうか、こればかりは言ってみないと分かりません。まずは安全を期して天眼山に出発進行です、ね、もう片方の手が気になるんだけど、なんで地面刺してんの。のぼりさんもあなたと似ているんだよ。どこが何が彼もどこから来たのかわからないの。しかも記憶を失っていて。マジでそれでキャプテンになったのすごいね。めちゃくちゃ昔にやってきたんかな。あなたとも共に行動すれば何か思い出すかもしれないでしょ。でもそうか。今回もいろいろよろしく頼りにしてるよアイナさん。もう目が決まりまくっとるよね。何の感情も見えてこん目をしているんだけど。天眼の山麓、あ、新しい地域に向かう。また新たなポケモンたちとの出会いがあるんやね。やったね。いや楽しいっすね。向かいましょう向かいましょう。外に出るのか気をつけてな。あ、そうよ、私今ちょっと一瞬ポケモン切り替えてさ思い出したんやけど、ヒコザルそんなにレベル上がってねえやまだ。まあいっか最初はそんなに、どうやろう、まあいっかここ危ない山登り、天眼の山麓の調査に向かう。山麓ベース行きます。私モンスターボールとか持っとったんかな。切れてはなかった気がするけど、そんなに多くもなかったような。なんかほぼ真上近くなったな。こんな何にもない場所がベース。なんかめちゃくちゃポケモンに襲われそうやけど。アイナくん、天眼の山麓にようこそです。山といえば岩石、そう岩タイプ、地面タイプのポケモンが多くいるのでしょうね。今までも結構おったけどな。石つぶても捕まえたし、ボローンも捕まえたしね。そしてあちら、時空の裂け目の下に見えるのが天眼山です。あの辺り一帯は磁力がポケモンに何かしらの影響を及ぼしていると考えられます。お、大丈夫なのかい。登りと一緒に山を登る。登りましょうか。どの辺りですかね。お、いや、あれは普通にちょっと名前忘れたけど、あれも普通にパラスですね。ゴルバットも捕まえとると思うんよね。もう普通にここのダメージ受けんかったか。よかったよかった。よいしょ。洞窟キングのマルマインですが、私が記憶するマルマインとは少し様子が違っているようです。ですが、電撃を放つのは同じ。迂闊に近づくとは危ないのです。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいのかもしれません。電気が効かないポケモン？私手持ちに何がおったっけ？まあ、荒ぶるわ、イライラするわと、ポケモンもいろいろ大変です。そう、大変なのです。ポケモンも人も生きていくのは。お。真珠団キャプテン登り。それと銀河団の馬の骨。馬の骨。大いなる洞窟キング、マルマインに会おうとは、なんと大それたことを。あー、なんかあの、おかしな人か。男の人よね。だがこの椿、心優しい男でね。会う資格があるかどうか、確かめてあげるとしましょう。あ、戦闘。最大級の妨害をもってしてね。妨害、嫌です。椿はこう考えている。キングの荒ぶりとは、神王様のご加護であると。神王様、神王様って言うけどさ、あれよね。なんか金銀の時ってさ、神王地方じゃなかった？今更ちょっと思うけど。だって力を増したのだろう。めでたきことではないか。そこに繋がっとんかな、なんか。キングをとことん荒ぶらせることで、神王様に金剛団の正しさをお伝えせねばならないのだ。むしろこの椿、そのために生まれてきたと言ってよい。過激派やね。大体山奥でマルマインが電気を放っていたところで、銀河団には関係あるのですかと。おとなしく寿村に帰ることをお勧めするよ。では。この人なんかね、垂れ目なのはいいんやけど、多分、下？目の下の方もめちゃくちゃ垂れとるけん、なんか気持ち悪く感じるんやろうね。荒ぶることでポケモンも苦しんでいるのに、なんと身勝手な意見でしょう。お。あれやね、目が決まっとる割には心優しい感じの方なんやね。アイナ様、どうなさいますか？まあ、そりゃ進むしかないやろ。進みます。
ってか何妨害するんじゃなかったん？この先になんか罠仕掛けるってこと？ここで戦闘っていう意味かと思いよった。道中は危険ですが、私のモットーは安全運転でございます。運転？アイナ様、大ニューラに会うためこちらの迷いの洞窟を抜けねばなりません。あれかな、元の世界ではタクシーの運転手とかさ、なんかそういう運転手系やったんじゃない？違う？洞窟に暮らすポケモンは暗闇が平気なゴルバートたち。暗くなっておりますので足元にご注意くださいませ。ありがとう。丁寧な人だな。迷い、え、何？びっくりした、入れんのかと思った。ボタンを押さんといかんのやね。見えない壁があるんかと思ったよ。え、誰？ああ、なるほどね。髪の毛の色変わったんかと思った。あれ、帽子の線か。おかしいですね。洞窟を照らす松明がありません。もしや、椿様の妨害。あ、普段は松明があるわけ？ですが、案じることはありません。私、ルート把握はお手の物。暗闇でしょうが、悪天候でしょうが、正確に進行してみせるのです。だからその下、地面を指さしてる方の指が気になる。片方だけでいいよ。では私についてきてください。ほうほう、走れんのか。このスピードで歩くしかないんか。おぼろげですが、私には大事なパートナーがいた記憶がございます。ほうほうほう、元の世界でってことかな。名前は思い出せないんですが、炎を使うポケモンだったようです。今いてくれればこのような暗い道も照らし、いざなってくれたはず、いざなってくれたはず。何、どうした？しばらく停止いたします。お、右手に親分のクロバットが確認できました。クロバット、通常時であればあなた様の進行の妨げにはなりませんが、今は暗闇の中、安全を期するためにルート変更を提案いたします。おお、ありがとう。戦闘に突入するんかと思ったよ。そういえば私に似た男がいて、ポケモンの話や勝負をしていたような。ライバルかな。勝利するのが何より大好き。今ふと思い出した言葉です。ほう、迷いの洞窟、終着点まであとわずかです。記憶がなくても私の心の中、大事なものがたくさんあるようですね。やっぱり何かしら道案内というか運転手系かな。こちらに到達すればほぼほぼ大丈夫でございます。あれは、ん？あ、松明が片付けられとるよ。他に通ろうとなされる方がいたとき、暗いままでは危険でございます。松明を元に戻しておきますね。マジで優しいね。早いし。アイラ様、すべての松明に火を灯しました。安全確認をいたしましたが問題ありません。出発しましょう。松明を道しるべとして進行すれば、こちらの洞窟の終着点に着きます。ん？え、ってことはもうすでに終着点まで一回行ってきたってこと？設置してきたってことやけんさ。それ私も一緒に行けばよかったんじゃないのか。あ、この中走れるやん。イエーイ。あ、出させて。まだ罠あるんかな。ラベン博士にお聞きしましたよ。あなた様は空から落ちてきたと。私は気づけば翡翠地方という聞いたこともない場所にいました。名前以外に記憶はなく、立ち尽くしていたところを新時代に救われたのです。ただ自然とポケモンを手なずけることができましたので、キャプテンに任命されたのですが、この世界で何をすべきなのでしょう。そっか、この世界の人はまだまだポケモン慣れてなかったけど、のぼりさんはちゃんとポケモンが自然に日常におった世界におったってことよね、きっと。無駄話でしたね。では急ぐとしましょう。いや、いいよいいよ。ちょっと顔が怖いけんさ、そういう人間味あふれる話聞きたいよ、全然。ねえ。待って、これは向こう岸って、あ、ねえねえ、あそこに、あるよ、あるよ。危ねえ、滝？落ちるところやった。怖い怖い。このエリアに散らばっているともし火の数は残り19個。あ、そっか、ともし火全然ないけど、本当にそんな個数あるんかなって思いよったら、まだまだ解放されてない地域がいっぱいあるわけやね。なるほど。
かさ、新しいポケモンばっかり増えるんかと思いよったけど、今までにも登場したポケモンが大量におるな。ちょっとやめていただきたい。あー、助けてー助けてー。早くストーリーに入れてくれ。ふう、せっかく片下松明を戻すとはひどくないかい。ひどいのはそっちだよ。人の行為を無にしたのだよ。なんだ行為ってはて行為とは。あれでは人が通れません。そうだそうだ、同じキャプテンでも視点が違うね。暗い洞窟を好むポケモンのため明かりを消してあげたのだよ。まあ確かにポケモン視点で言うとそっちが正しいんかもしれんけども、椿の行為を無にするような野暮な連中を洞窟キング丸前に合わせるわけにいくか。いいかい、通りたければ僕の相棒を打ち負かしてごらんよ。誰、いかがなさいますか皆様。いや、いいよいいよ、勝ちますからでも爆風ね、置いてきてしまったんよね。ちょっと弱っちい彦猿に変わっとるけど、臭いと言われようともすかすことなくやろうよ。スカタンク、スカタンクって何タイプ、毒。お、何、なんか頭の毛がシャキーンってなった。まあ、とりあえずノックホークでいけばいけるやろ。言うてそんなに余裕な感じでもないけど、待って、なんかなあ。あーでも効果抜群のポケモンはおらんのか。じゃあとりあえず頑張ろう。エアスラッシュー、なんとなくなんとなくなんか勢いがありそうな感じの技。でもこれもう一回で決めれんかったら無理じゃない。いけんような気がする。大丈夫か。あーほら、やれ、ちょっと待って、私今逃げようとしよったね。ポケモンを置いて逃げようとするやつ最悪。もうやめてよ、モクホークが消えたじゃないか。この後回復してくれるかな。水の波動、回復するとこなかったら無理なんやけど。イエーイ、決着。お、いいよいいよ、どんどんレベルアップしてけ。あ、進化できるよ、ヒコザル。いいかい？僕も相棒のスカタンクも負けていない。だから改めて挑みますよ。だけどね、ここはスカタンク回復のために引きます。いわば戦略的撤退。いえ、転身。次は油断召されるな。油断召されるなと言われてもさ、油断してんのはそっちだろうよ。賑やかな方ですね。まあね、確かにね。椿様、何をなされたいのか。では古代の石切り場に急ぐとしましょう。